んにちは、家族収納の赤木ゆりです。今回は薬の収納をご紹介したいと思います。薬っていうと細かいものも多かったりするので、結構難しくて悩まれている方も多いと思います。今回はそんな細かい薬とかもすっきりと収納できるような方法をお伝えしていきたいと思います。それではスタート。家族収納チャンネル。はい、こちらが我が家の薬箱の収納です。このケースは無印良品のケースになります。これね、すごく便利で、ちょうど家族の薬が入るような感じなんですけど、これはですね、まず中にいくつか仕切りがあるんですね。やっぱり薬って細かいものが多いので、こういろいろ重ねてしまうと何が入っているのかわからなくなってしまいます。ということで、こう見やすいように中にですね、無印良品のこういうね、仕切りのケースを使っています。これはね、全部で12個の仕切りがあるんですね。で、この中にまず、こういうセイロガン、あ、セイロガンかな、こっちかな、とか、あと百草ガンとか、ワセリンとか、風邪薬とか、そういったものを全部こう上に名前を書いています。なので、例えば風邪薬とかね、こういった感じで書いています。ラベリングをねして、でこの下のところにも風邪薬というように書いてあるので、風邪薬を飲んだらそのまま、ここにしまっていくような形になっています。こうラベリングをすることによって物が戻りやすくなりますね。それからこういうちょっと小さいものありますよね。こういったものっていうのはやっぱり下に沈んでしまうと取り出しにくくなるんです。でそこで使っていくのがこういう100円グッズ、セリアのものなんですけど、ここに爪切りというふうに書いて、引っ掛けるようになっています。ですのでここに引っ掛けていきます。そうすると、こういうふうに、ね、下に沈んじゃうと結構取り出しにくいんですけど、ここにねしまっていくとすぐにこうやって取れるようになりますね。あとは爪切りはその横に大きなものとかもあります。子供がね使うのはちょっとこちらの小さい方で使っていたりとかするので、うちはちょっとね2個ぐらいありますけどもね。それからこういうロキソニンとか、よく飲むような薬はそのままポイッと入れていますし、持ち歩くような例えば鉄剤みたいなものをちょっと私飲んでたりするんですけど、こういうのは1日1回だよっていうのが書いて、これも無印良品のケースですね。こんな感じでまとめてあると持ち出しとかもしやすいので、お外で飲むものとかに関してはこうやってまとめてありますね。箱のままっていうのもやっているんですけれども、箱でもし置いておく方は、例えばなんかこういうケースって後ろに用途だったりとか何か書いてありますよね。どれぐらいのね間隔で使ったらいいのだとか、どういった効能があるよとか効果があるよみたいなものが書いてあったりとかするので、やっぱり箱を捨てたくないっていう方は、実際ここの上のところを切っていただいてそのまま入れていただくっていうのもいいと思います。ただこういうちょっとね横幅が長いものとかに関しては、私はサイドのところを開けています。これであればこのまますぐに取り出すこともできるし、いざっていう時は後ろの方も見ることができますので、このまま収納をしています。でこちらに関してはこういうブックスタンドというものを使って立てて収納しています。これであればね、こういった形の湿布とかかな、そういうものを全部立てて収納していくことができるので、この後ろのところに立てるものはこういったものを使っています。あとね、こういうちょっと絆創膏っていうんですか、こういうのも全部収納するのにこうやって出していますね。こっちが子供用、こっちがちょっと水に強いものとか、そういった形で分けていますね。でそれからちょっとこう細かいというか、立てて収納したいものに関しては、これも無印良品のケースなんですけど、こうやって耳かきとかであれば専用の場所をこうやって作っています、で耳かきでしょ、体温計とかね。でここに使っているラベリングは私よくやるんですけど、こういったクリップを使っていますね。でそれから、今ちょっと消毒液が切らしてるんですけど、ティッシュメーターみたいなものも入っています。あとはちょっとこういったね隙間に咳止めだったりとか、そういったものも入っているので、こういったまとめると、上から見た時に家族とかも本当にすぐに取り出していくことができるので、使っても元に戻っていくような形を実際作っています。
まあ、このように全部立てていくことによって使いたい分だけ取り出していくことができるような形になっています。まあ、飲んで、まあ、その後に、ね、しまう時にどこだったっけって適当にこの辺りに置いていくと、まあ、バラバラになっていってしまうので、まあ、この風邪薬というようにラベリングがしてあるとその場所に風邪薬が戻っていくというような仕組みを作っています。こういうふうにね、全部のものを立てていくことによって、使いたいものをね、すぐに取り出しやすくしてあります。まあ、バンドエイドとかの大きなものは後ろの方に、収納していたりとかしますね。はい、こちらが我が家のリビングの収納棚になります。まあ、こちらの、ちょっと上の方にね、ここに薬があります。まあ、薬、救急用品というように、まあ、上から見下ろして分かりやすいような位置にラベリングがしてあります。そしてこちらを開けると先ほどご紹介した薬のケースです。まあ、こんな感じでね、上から見て分かりやすくなっておりますし、まあ、リビングのところであれば家族でもすぐに取り出しやすい位置ですね。そしてちょっと気をつけなければいけないのは、まあ、ちょっと誤飲とかがあってはいけないので、こういう薬が入っているようなあのケースは小さいお子さんがいるときは大人しか届かないような場所とかに収納されることをお勧めします。まあ、我が家でも下の5歳の、まあ、保育園の子がいるので、ちょっと上の方の5歳の子は届かないような位置に収納をしています。はい、今回は薬の収納をご紹介していきましたけど、いかがでしたか？まあ、薬って言ってもね、自分一人ではなくて家族がいる方は皆さんがね、まあ、それぞれ取り出しやすくする必要があるかなと思います。まあ、今回のね、方法であれば、まあ、見やすく分かりやすい収納になっていると思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。今回の動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。